皆さんこんにちは、ナオトです。今回は鬼滅の刃の4巻の最初のエピソードに出てくる難しい単語を紹介したいと思います。上級者の方はこの動画でほとんど読めるようになると思います。皆さんも下のリンク先で読むことができますので、ぜひこの動画と一緒に読んでみてください。勢い。台風の勢いは衰えた。風の勢い。かばう。彼をかばう者は一人もいなかった。彼は酔っ払いから妻をかばおうと前へ出た。猪突猛進。これは四字熟語で、一つのことに向かってイノシシのように猛烈な勢いで進むことです。気配。隣室に人のいる気配がした。その家には人の気配はなかった。選別。せっかち。彼女は生まれつきせっかちだ。彼は自分の計画をせっかちに喋った。手出しする。娘に手出しするな。人のことに手出しをするな。とにかく。とにかく彼に聞いてみましょう。私はとにかく最後までやります。こぼれる。牛乳が食卓の上にこぼれた。涙が頬にこぼれ落ちた。漫画の中のこぼれ出すは、こぼれると出るが一緒になった感じです。また、こぼれ落ちるもよく使います。巡る。血液は体内を巡る。春がまた巡ってきた。引っ込む。彼女は窓から頭を引っ込めた。引っ込んでいろ。威勢。威勢の良い青年。威勢の良いことを言っているが内心ビクビクだ。グズナ。何々ごと。みかんを皮ごと食べる。辞書ごと家を買った。串刺しにする。魚を串刺しにして焼く。槍で敵の兵士を串刺しにした。いたずらに。いたずらに時間を費やす。
我々はいたずらに奇跡を待っていたのだ。ご法度。一方的に、一方的な意見、一方的に条約を破棄する。痛めつける。卑劣な。おばあさんを騙すなんて彼は卑劣だ。それは卑劣な行為だ。何々極まりない。無礼極まりない態度。この川を泳いで渡るなんて危険極まりないことだ。素で。あばら。異様な。私の人気が異様に上がった。その絵は私に異様な感じを与えた。関節。人並みの。人並み外れた。自画自賛する。悪化する。何々上等。上等は品質がいいなどの意味があるんですが、何々なんて関係ねえや何々なんか気にしねえなどの意味もあります。刹那。優越。勝る。母国に勝るところはない。睡眠は薬に勝る。お疲れ様でした。この動画のスクリプトと今回使ったエピソードの他の単語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。